海の怖い不思議な話。海の怖い話まとめサイト。海にまつわる怖い話より。沖を泳ぐ人。海の話です。昔は、ほつきの手漕ぎの船で、沖に漕ぎ出して、漁を行っていました。その日も、 その漁師は沖にこぎ出して漁をしていました。波は低く穏やかな日でした。彼は釣り糸の様子を見ていましたが、突然視界を横切るものがあり、驚きました。それは泳いでいる人。男か女かわかりませんが、 裸の人間が船の下をくぐって泳いで行ったんです。そこは海岸からかなり離れた沖合なので人が泳いでくるのは珍しいというかありえない。近くに他の船もいない。唖然として見ているとさらに驚くことが船の前後を たくさんの人間が泳いでいきます。みんな沖合に向かって同じ方向に泳いでいったそうです。その時に見た泳ぐ人は20人以上はいたということです。路で海面を叩いて気づかせようとしましたが、漁師は怖くなりました。 この人数の人間が自分の船にかきついてきたら大変なことになると考えたからです。彼は船に座り込んで泳ぎ去る人間たちを見ないようにして、また彼らに見られないように祈りながらその場をやり過ごしました。 色の白い人たちだったそうです。奇妙な下顎。海の話です。貧しい漁村では、副業で農業も行っていました。狭い裏山や断球の上などを開墾して、少しでも食料や換金品を得ようと努力しました。 その漁村でも近くにあるまだ未開墾の弾球を開いて畑にしようという話になりました。標高の低い弾球面からは素焼きの壺や磁器の破片がたくさん出土していたそうです。そのままでも使えるような完全な素焼きの皿などが出土して 実際、生活に使っていたようです。今考えると、おそらく古い時代の遺跡だったんでしょう。その時、開墾したのは、より高いところにある断球面でした。樹木を切り倒して、草木に火を放ちます。地面を掘っていくと、そこからも、 土器や石器がたくさん発見されました。当時は埋蔵文化財に関する保護法もなかったんで、そのまま開墾地の外に打ちやられたり、家に持ち帰られたりしました。開墾が進んでいくと、とても大きな土器の破片が密集している場所があり、その破片を片付けていると、 大きな骨が出土しました。別に土器の中に入っていたわけではなく、その骨を覆うように破片が並べられているように見えたとのこと。その骨は歯がついた下顎の骨だったそうです。見慣れているクジラの骨とは違うことはすぐわかったそうです。 ハクジラには歯はないですし、イルカのようなハクジラの歯は円錐形で、顎の骨は長い。発見された下顎は前後に短く、歯は人間の歯のように、剣士と球歯が区別されました。剣士と思われる歯は非常に大きかったそうです。 前の方の歯は抜け落ちたのか欠損していました。それでは昔の人間のものかというと、その大きさが半端ではない。大人が両手で抱えるほどの大きさだったそうです。顎が上顎と関節する部分は折れていて、鋭い刃物のようなもので付けられた切り傷が その部分の骨の表面に残っていました。そこの土器片を取り除いていくと、下から丸い砂利石がたくさん出てきましたが、それ以上骨は出てこなかったそうです。ただ、1.8メートルほど離れたところから、平たい大きな骨が出てきて、肋骨じゃないかと思ったそうです。 砂利石の中に淡く青色に光る石、翡翠イがあって、それと共にその骨二点は地元の神社の社務所に収められました。地元の神主がそのような出土品に関心を持っていたからです。一度学校の教師に見せましたが、 何やらわからず、イウチのような怪獣の顎の骨ではないかという意見が出たそうです。現在、その地域は原野に戻っていますが、橋の崖などからは今でも石器や土器がたまに見つかるそうです。うなる宝物。 漁村の話です。父から聞いた話です。戦争中、紀元2600年記念行事の際に、漁村の神社を新しくするという事業が行われたそうです。そのために神社の宝物殿のものを他の場所に移す作業が必要になりました。 たくさんの人間がそれに関わるというのは何かと都合が悪い、盗まれたりするかもというので村の若者、当時は若者もたくさんいたの中から三名の二十歳前の男が選ばれたそうです。そのうちの一人から父が聞いた話なんですが、 宝物を移動させるんですが、それほど多くなく、一つ古い木箱、船の荷造りのために作るような箱が特に重要だと管主が考えていたそうです。その木箱は非常に重く、とても三人では持ち上げることも移動させることもできない。それで、 その宝物殿から丸太で簡単なレールを敷設し、その上を滑らせて移動させたそうです。三人しかいなかったので大変な作業だったと。話をしてくれた人が言うには、その木箱は常にうなっていたということです。 箱から音が出ていたということらしいんですが、また初夏というのに箱は非常に冷たかったそうです。木材は普通は断熱性があるということでしょうけど、暖かいのにそれが冷たいというのも変だったと。その三名は作業を終えた後、 どのようなものを移動させたかを公害することを禁じられたそうです。その後、その三名のうち、二名は出生して戦死し、遺骨は帰ってこなかったとのこと。残りの一名は病死したとのこと。体全体に反転が浮き出て、痩せ細って死んだそうです。 天然痘ではないか、と最初に診察した近くの町の医者は疑ったそうですが、その後、全く噂にならなかったし、何の対策もされなかったそうです。その宝物は、今も村の神社にあるかもしれません。私も家族の者もの、も知人も、 そのようなものを見たことはないのですが、僧侶が来ると、海の話です。本土の漁村の沖には島があり、そこにも人が住んでいました。比較的大きな島で、全体に集落が5つほどありました。 その島の最も大きな集落に、ある日、宅発の僧侶がやってきました。初老で痩せた彼は、静かに家の前に立って、教を唱えます。何がしかの施しをする者もいましたし、無視する者もいました。彼は無視されたら、 静かにその家の前を立ち退き、次の家に行って、今日を唱えながら立つんです。そうして集落で一軒一軒回って、次の集落に徒歩で向かいます。10日ほど見かけられましたが、その後、姿を消しました。ああ、船で本土に帰ったんだな。 と、みんな思ったそうです。直後、島の A さんが死にました。年寄りでもなく、元気だったのに、急に熱を出して死んだ。それから一年経って、また、その旅の僧侶が島にやってきました。一年前と同様に、 島の集落を一個ずつ回りました。すでに秋口になっていました。彼が去ると、今度は B さんが死にました。A さんとは別の集落の人です。村人たちに噂が立ち始めました。あの坊さんは、どこからやってくるんだろう 各集落の人が会って話をしても、誰もその僧侶を船に乗せてきた者がいないんです。さらに、彼らはこのようにも考えました。あの坊さんが来ると、必ず島の者が誰か一人死ぬ、と、三年目に、また僧侶がやってきました。 島の人々は恐れ、不安が広がりました。二度あることは三度ある。また、誰かが死ぬのではないか。一体、この僧侶はどうやって島に来て、どうやって帰っていくのか。島のどこに寝泊まりしているのか。もう、この僧侶に、 施しをする者もいませんでした。家の中から厳しく、何も出ないぞと叫ぶのが常でした。島の人々は、僧侶の寝泊まりしている場所を探しましたが、どこにもそのような跡はない。僧侶の跡をつけていく者もいましたが、彼は山の斜面を 驚くような速さで登っていき、追っ手を振り切ります。その後、島の裕福な家の長男が死にました。島の人々は、本土の村で、真剣に僧侶について尋ねました。誰が島に彼を連れてくるのか。しかし、どの村でも、 そんな坊さんは見たことがない、と言います。何年もそのような僧侶はどこにも来ていなかったんです。バルチック爺さんの話、1、海の話です。日露戦争にも海軍兵士として従軍したという、 村の古老の話です。その老人はバルチック爺さんと呼ばれていました。太平洋戦争中は徴用されて太平洋に監視船といってもただの漁船で出ているとたまに米軍機から爆撃を受けたそうです。それで亡くなった漁民が 少なくなかったとのこと。そのような監視をしていたある日、不思議な経験をしたそうです。陽光が降り注ぎ、波の静かな戦争をしているということを忘れるくらいの日和だったとのこと。怪しい戦影も認められなかったんですが、急に船の下を、 大きな黒い船影が横切るのが見えたそうです。海に太陽光が差し込んでいると浅い深度にいる潜水艦は戦場の見張り台から見えることがあるので敵の潜水艦と遭遇したと考えました。おそらくこんな漁船には魚雷を放つまいと思いつつも緊張して その場所からできるだけ陸側に逃げようと舵を切りました。普通は浅いところを航行する潜水艦は潜望鏡を出しているらしいんですが、それが見られない。必死になって逃げていると、遠くから低空で航空機が迫ってきます。その時にはすでに制空権は日本にはなかったので、 敵機来襲ということで戦死を覚悟したそうです。しかし、機首と塗装でそれと確認できたその米軍機は、老人たちが乗っている漁船の監視船には目もくれず、おそらく先に遭遇した戦影に向けて爆雷攻撃を仕掛けたそうです。高い水柱が何回も上がって、 そのために衝撃波を受けたそうです。これは日本の潜水艦が攻撃されているのかと考え、撃沈されたら乗員を救助しなければならないということで、その船を止めてその海域に留まったんですが、日暮れまで待っても何の漂流物も見つけられず、諦めて帰港したそうです。 その米軍機による雷撃については、軍司令部に報告したそうですが、その後、日本海軍がどう対応したかは、連絡はなかったとのこと、当たり前ですが。二、海の話です。日露戦争に従軍したバルチック爺さんによる話です。バル G は、 衛生兵として従軍したので、退役後、医師のいない漁村で骨折や外科治療などの際、多大の貢献をしてくれました。沈着冷静な人で、また合理的な人で人望もありました。津島沖海戦に従軍したのが、彼の話の白尾ですが、階段ではないので、 ここでは触れません。同じ水兵に島根県浜田市出身の者がいて、砲兵だったそうです。その水兵が言うには戦争が始まってすぐ海岸に変なものが漂着したそうです。海岸から漂ってくる一周からクジラでも漂着したか と海岸を探してみたら、10メートル程度の長細いものが漂着していました。それは前半部が金属製の円錐形、正確には砲弾のような形だったとであり、後ろ半分が生、動物のような有機物という意味でしょう、だったそうです。 その生の部分は長い二股に分かれた触手のようなもので青白く変色元の色かもしていました全体の形からイカではないかと発見した漁民は考えたようですが前半部が金属で叩くとキンキンと金物の音がした イカではないだろう、という話だったそうです。不敗臭がしていましたが、その異臭は金属の部分からしていて、生の部分は無臭だったそうです。警察と軍隊が来て、東京から偉い先生、研究者でしょう、が来て見分しました。地元民は、 全く近寄れなくなって、二日ほど海岸で明かりをつけて調べて、それは綺麗に持ち去られたということでした。朝鮮半島に近い海岸地域は、ロシア艦隊への警戒線であったため、厳しく観光令が敷かれて、その後の警戒も厳しくなったということです。 三、海の話です。バルチック爺さんの話です。日本海海戦は、ご存知の通り、日本帝国連合艦隊の圧勝に終わったのですが、その人的被害は、皆無ではありませんでした。砲兵として働いた水兵たちは、敵団による鉄片の飛散によって、 傷ついたものが多かったとか、バルチック爺さんは多くの戦勝者を看護しながら、日本の港に帰る途中で、海から変な音が流れてくるのを聞いた、ということでした。それは、噛んだかい、シュリーンという音で、それを最初に聞いたときには、 ロシア艦隊からの魚雷か、と緊張したようですが、そのような攻撃を加えることのできる敵水雷艇はその海域にはいない。他の兵士も聞いたそうです。それは海に広がる暗闇から聞こえてくる。それが少しずつ低い音程に変わってきて、 となり、それが続いて、また音程が高まる、という。低い音程の時は、まるで人の声のようにも聞こえたそうです。それが高い音程になると、悲鳴のようにも聞こえてきた。音は近づくこともなく、また遠ざかることもなく、 夜明け前には消えたそうです。それを聞いた兵士の中には、念仏を唱える者もいたそうです。佐世保に入港した後、負傷兵を上陸させた時看護していた砲兵が、疲労航海中、船室の中を白い人間が何人も歩き回っていた。 と述べたそうです。重症だったので、現役でも見たんだろうと思い、病院への引き継ぎ作業をしました。その方兵が、じいさんに長い計算尺をくれたそうです。おそらく弾道計算に用いるものだったんでしょう。生前見せてくれたことがあります。 その負傷兵のその後は聞いていません。その後、日本海海戦で連合艦隊機関を務めた戦艦三笠は、停泊中に火薬の爆発によって港で沈没します。司令官やじいさんたちは上陸していて難を逃れたそうですが、300名以上の殉職者を出しました。 じいさんは、何のために、海戦で生き延びたのかわからない、と苦い顔をして、話していました。その後、連合艦隊は解散し、じいさんは船を降りました。以上、海の怖い不思議な話。 海の怖い話まとめサイト。海にまつわる怖い話より。でした。ご視聴ありがとうございました。